天使の夢が見える。揺れ動く炎のただ中に人影が見える。こちらを脅すように睨みつけている。その瞳には凶暴な光が宿っている。強力な呪文を呼び覚ましている。こちらを破滅に追いやる呪文。何かを囁いている。その声がかすかに聞こえる。名前のように聞こえる。ゾーフィタースと光景が一変する。気がつくとそこは何やら監獄のような部屋の隅。部屋には何もない。しかし壁の隅に小さな裂け目がある。口の中に何やら奇妙な味がする。と部屋の光景が変わり始める。それは次第に大きくなり始め、気がつくと部屋に飲み込まれてしまっている。もう空も見えない。小さな裂け目はまるでトンネルのようになってしまう。トンネルは走り抜ける。気がつくとそこは小さな薄汚い部屋で、あたりにはカビとお仏の匂いが充満していた。はぁ、やっと解放されたよ。あ、ちょっと動いたりで催眠が解けた。とりあえず回復だ。血を吸われたけれども、十字架のおかげで助かったというね。そういうことなんだろうね。まあ、本当に、今のこの一瞬でいろんなことがありすぎて、整理しきれないけれども、とりあえず、なんか部屋の中にいるみたいなんだけど、あ、ディテクトシークレットが光ってる。なんだろう。何もない？嘘。壁の床際に小さな裂け目があった。その大きさはちょうどネズミが通り抜けられるほどのものであった。裂け目がある。それだけのことか。飲まない。門の向こう側に立っている守衛がこちらをじっと監視している。おいお前。何してるんだか知らねえが、とにかくやめな。ということで、さっきの怪しいこの場所、赤いキノコ使ってみます。キノコは奇妙な味がした。部屋の光景が変わり始めた。泡立ったように見える。今度はどんどん大きくなるように。いや、違う。自分が小さくなっているのだ。裂け目は巨大な穴となった。けれど遠い、遥か向こうだ。必死にトンネルに向かって走る。と、再び部屋が小さくなり始める。トンネルに飛び込んだ。やった、成功だ。再び全てが正常に戻った。ピンクの像が見え、踊るお菓子が話しかけ、奇妙な色彩が飛び交っていることを除けば。どういうことでしょうか。これにまた探したらあるのかな。何もない。とりあえず壁を通り抜けることができたみたい。こう行ってみましょう。うわあ。倒した。
小さな隠れ家を出ると、外は森の真っ只中であった。そこは木々が生い茂り、花が咲き乱れ、小さな動物が走り回っていた。はい、ということで、森みたいなところに来たという話だよね。水面の向こう側には沈みかけた小さな難破船の骨組みが浮かんでいた。それはいかにも頼り投げに浮かんでおり、頼り投げに浮いており、いつ沈んでもおかしくないように見えた。あ、難破船だって？これのことかな？大きな平板が水面を横切って、船の甲板までかけられていた。これのことだね。船まで行ってみましょう。何かと遭遇した。ホーンズとシャドウズ。よっしゃ、正解。モンスターに期待した。いい経験値もらえた。船にぶつかったのは何であったのかわからないが、とにかくそれはとてつもない大きな大きさだったはずである。なぜなら船は見事に半分にされてしまったのであるから。おそらくは運命を船と共にしたその骨たちは最後の沈没の時をじっと待っているかのようであった。同じです。船首のあたり、船首じゃないな、これ。首、なんていうの？船首、船首でいいのか。のあたりの壁から壊れた十字架がぶら下がっていた。どうもそれはキューバゴシラへの礼拝堂のようで、怯えた者たちの最後の望みの綱となり、死者の弔いを行った場所のようであった。探してみましょう。壊れた十字架に手を触れると、それは床に落ちて大きな音を立てた。十字架はいくつもの小さな破片に砕けた。その先端はかなり鋭利で、もし必要があれば、ちょっとした木のダガーや釘としてなら使えそうだった。聖なる釘。あ、荷物が増えた。けれども、まあ取っとくか、一応。では。ここはもう用がないので。外に出ましょう。こっちから来たんだよね。ってことはこっちに行けばいいのかな。鉄格子があります。自分が城の北の端の外側に立っていると気づく前に、その姿は沼と森の上にぼーっと霞んで見えた。その姿って城のこと？自分が城の北の端の外側に立っていると気づく前に、その姿は沼と森の上にぼーっと霞んで見えた。城が見えたってことかな？ここは城に通じる扉なんだよね、鉄格子。今は通過できません。その術は一切ありません。なのでここはもう元に戻るしかないですね。あ、そっか、こっちに行くかこっちに行くかだけど、まあルートとしてはこっちへ行っちゃいましょう。魔法の森、動物をいじめてはいけません。タバコを吸わないでください。まあ深く考えずに進みましょうかね。魔法の森？
ということで、こっから先は森っていう設定なのかな。まあ、すでに森のような情景の場所を通過してきたはずなんだけど。で、このまっすぐ行きたいところだけど、北へ向かいます。マッピングはしてないんだけどね、全然。うわー、リッチー。リッチー。倒し方がわからん。あ、でもリッチなら大丈夫なんじゃない？まだそんなに強くはないかもしれない。しかもアンデッド系ならディスペラアンデッドで倒せるかもしれないな。はい、ドラゴン頑張って。倒した。2万か。もっとはずもないかな。はい。暗闇の森、注意ということで。うん。こっから先はダークゾーンなんだよね。苦手な。では、暗闇の森に突入します。ああ。なにこれ。やべ。やべ。マジ。出会いたくない奴に出会っちゃったよ。アスカードワン。正確には、accursed という発音で、accursed one というふうに呼ぶのが正しい名前のようです。意味は、呪われたものという意味なみたいですね。accursed one というのが正確な名前です。もうどうしたらいいかわかんない。何にもわかんない。ロシア、プリズムミサイル失敗。アンチマジック成功だ。これがキー。ドワーフの攻撃でアスカードワン倒した。やったー。ほぼ成功法で倒したぞ。3万か。デビテイトいらないよね。しかし、もらったアイテムはめっちゃしょぼい。どうしようか。右手の壁伝いに進むっていう手でいく？何もないですね。あと、ここは？どっち向いてるの？西を向いて、いる状態。あ、そっか、待てよ。北がこっちね。そっかそっか、こういうことが。はい、ここ何もないですね。暗闇の森は嫌なんだよね、マジで。さらに、右手伝いに、あれ？進んでいきますよ。何もない。お。今、北を向いてる状態ね。行き止まりか。お、なんかある。嘘。なにこれ。なにこれ。見たことないよ、このパターン。なにこれ、スプーキーフィギュア、アスカードワンが2体ってこと、もしかして。嘘でしょ？そこまでやる？もう2体のアスカードはもうほんともうやばいからね。もう二度と会いたくない。あの宝箱開けたらさっさと逃げよう。5万。アミュレットオブなんとか。
アミュレット・オブ・ウィンズ。またどうしようもないものを目の前の宝箱を開けて帰りたいと思います。もうちょっとここ行けるかな。これは開けるんですが、たまに失敗するんだよね。開いた。ティンカーベル。フェアリー持たせよう。では帰りまーす。数百もの小さな柔らかい光が沼地の周りを飛び回っていた。どうもホタルらしい。何かいそうな気が、近づくとそれは飛び去ってしまった。小さな光はその光はそばの茂みや木陰に隠れてしまった。その光を見ることはできるが、どうしても近づくことはできないようである。その沼を囲んで小さな石が円を描くように置かれていた。そしてその円の真ん中には小さな腰掛けのようにハンダースほどの木の切り株が突き出していた。はい。これだけで何したらいいかね。よくわかんないけれども、先ほど見つかったリンカーベルをね、使ってみましょう。ティンカーベル。木の切り株に腰掛けながら小さな鈴を鳴らした。すると即座に小さなホタルたちが隠れていたところから現れ、ゆっくりとこちらの円の方に近づいてきた。来たよ。何ですか？こんにちは。クイーン・オブ・フェアリーズ。クイーン・オブ・フェアリーズが来たので、一応話をしてみましょうか。こんにちは。はい。誰ですか？私はセイレン。セイレン。私たちは森の中に住んでいる。森。暗闇の森に行ったの？はい。わかった。それは暗闇の森に行ったの？暗闇。教えて。自分の道を探さねばならぬ。デルファイ探しはミステリー。会うが最初、続くは質問。覚えておいて、我らは魅惑。次に告げるは、予言を求めて。でもその次は、あなたたちが答える。代償を払うは、あなたたちゆえ。耳を澄まして、すべてを学び、デルファイ告げる、すべてのことを。なるほど。真実の岩。かなり奇妙なことに、岩の表面は平らに、そしてきれいに磨き込まれており、まるで鏡のごとくこちらの姿を映し出していた。ということで一応探してみます。何もない。あれは誰が持ったっけ？アイテムを誰が持ったか忘れちゃった。鶴橋を使ってみよう。お、できる限り細心の注意を払い、岩を砕かないようにしながら鶴橋を振り、
その反射する表面のかけらを何とか取り出すことができた。反射する岩を見つけました。岩っていうからにはちょっと重量があるかな。水上。うわ。アスカードアンが、また2体。こいつら2体で出るパターン多いのかよ。ドラゴン。よし。首の皮一枚で助かった。モンスターを撃退した。結構な経験値もらいましたね。ティックスリング。どうも何か洞窟らしきところに迷い込んだようであった。じゃあ分かってるって。その岩棚を切り開いて作られた壁面を瞬く炎の光が照らしていた。何かが起きるのではないかと思いながら洞窟に入ったが、何事も起こらなかった。洞窟というよりは、まあ、部屋に見えるけどね。そう、確かに何も起こらない拍子抜けした感じですが、突然幽霊が現れた。何かと遭遇した。お前は誰だ？ここで、さっきのクイーン・オブ・フェアリーだったっけな。フェアリー・クイーンから聞いたヒントをね、言えばいいんだよね、確か。お前は誰だと言われたら、なんて答えればいいの？ば、れ、だ、ば、む、ば、く。何しに来た？予言を求めて、支払いはするのか？はい。これから魔法の水を覗く。そして洞窟の中に幻影が渦巻き、再び気の触れた魔法使いの姿が映し出された。と、その姿が消え失せ、別の人影が現れる。それは何か邪悪で、とてつもない力を持っている。それに立ち向かっていくもの。何かを持っている。輝くガラスの小片。それを引っ込め。次には銀の十字架が高く掲げられる。続いて聖水が投げつけられ、おぞましき怪物の顔面に降り注ぐ。最後に最も聖なる木から作り出された木の杭がそれに突き立てられる。そしてそれは死に絶える。幻影は消え去り、気がつくと洞窟には誰もいなくなっていた。アラームの杖を見つけました。これが欲しかったんです。なんか進んでます。今左正面。あ、何か遭遇した。これはレイスロードとスケルトンロード。倒しました。何経験値。ステイブ・オブ・スターズとアミュレット・オブ・ウィンズ。まあ、せっかくレイス・ロードを倒したのにいいものもらえませんでした。結構期待してたんだけど、残念でしたね。はい、暗闇の森注意ということ。これ、
暗闇の森の入り口なんだよね、ここはね。入り口というか出口か。最初来た時とは反対の出口の方に来たみたいです。今、大体位置的には北東のあたりにね、来ているんだと思います。では、この続きの方ね、進んでいきましょう。何かあります。とりあえず行ってみる？お、お羊の寺院、会員のみ。おい、そこ動くな。どうして外にいるんだ？しゅえー。やばい。